はい、どうも、運命です。ハイト&シークやっていきたいと思います。ですね。2週間経ったのかな。まあ、いろんなところに、お出かけをしていたということもあって、なかなか更新ができなかったという。まあちょっと言い訳をね、させていただき、またコメントをね、たくさんいただいて、非常に、面白い、コメントばかりで楽しいね、なんて言うんですかね。まあなんかね、あんまりこう連続で強化をしない方がいいですよとか、まあそういうのもいろいろあったんで、今回はですね、6段階を3つ作ろうかなってという感じでやっていきたいと思ってます。なんだけど、すでにね1個あるんだよね、このシャープ264。なんか某魔法映画に出てきそうな女の子ね。いや、多分出てくるんじゃないかな。なんかこう木の棒かなんか振り回してこうハッとかやったら木のね棒の先から魔法が出てくるみたいな映画なんだけどね。なので、あと2つかな。スキンはね、今のところそんななんかこれがいいっていうのがないんで、まあ8段階目までいったらもうそれを使おうかなと。でスキンもね、やっぱいろんな方いらっしゃって、このスキンかっこいいんだけど、いかないとか、いや、このスキンかっこ悪いんだけど、8段階目いっちゃったんで、泣く泣く使ってますとかね。まあ、そんな方もいらっしゃったんで、本当はね、厳選してね、できればいいんですけど、まあ、そういうわけにもいかないので、私はできたやつを使いたいと思います。最悪この初期のシャープ1のおじさんを使うと。それでもまあ全然ねいいと思うんで、まあ、頑張ってね強化をしていきたいと思います。とりあえずね6段階目を目指しましょう。ちなみにゴールドさんも前回6万まで下がったのかな。この通り元に戻しました。なんかね、なんでそんなにこうゴールド持ってるんですかみたいなコメントいただいたんですけど、もうこれは根気ですね。気合と根気とあと時間かな。ひたすらこの広告を見てコイン獲得みたいなところを押せばたまります。やればやるほど手に入る。なんかね、昔よりももらえるコイン、ゴールドが減ってて、個人的にはすごいびっくりしたんだけど、なんか昔800とかね、確か1100とかもらえてたような気がするんだよね。私はその時に、すごい見てたっていうのもあって、まあ、これだけ今持ってるみたいな。ちょっとね、変わったみたいですね。まあなので前よりも時間はかかるようにはなってしまったんだけど、まあやればやるほどもらえるんで、やる価値はあると思います。というわけでやっていきたいと思います。でこれなんだろうね、魔法マジシャン、魔法使い、正直な微妙かな。失敗した。なんかホッとする。6段階目まで行ったらじゃあ今日はおしまい。
あ、いいね。このスキンいいな。おお、3段階かな。お、これ4段階。お、5段階。どうかな。あー、マジか、惜しい。お、なんだろうね、これ何のお兄さんだろう。あー、ダメか。やっぱね、やりすぎっていうのも失敗の原因なのかもしれないね。これ時間、間隔を空けた方がいいかもね。そして今ミスったね。これも気をつけないといけない。なんか無意識のうちにさ、灼熱持ってたけど、8段階目ね、8段階目を灼熱っていうらしいんですけど、それを持ってて、この鬼スキンを抜くっていうのを押すと、もう大変なことになるね。いると思うよ、そういう方も。もしかするとね。何これ、めっちゃ面白いスキンじゃん。何これ、なんか宇宙飛行士みたいな。これで8段階目行きたいね。本当に気をつけないとね。だこの鍵マークのところを押すとロックされるんで、そういう危険性はなくなるんだけど、たまたまね、なんかもうな、いいね、テンションになってて、でも今日最高だったみたいなんでさ、こうふと鬼スキンを押しちゃって、やべみたいな、もう取り返しがつかないからね、そうなったらね。だから皆さんもね、気をつけながらじゃやってみてください。すでに私は一回やっちゃってるけどね。なかなか来ないね。さあ、9万台に突入しました。これくらいだったらすぐ戻せるんだけどね。あ、いいよ、3段階。あー、失敗。お、いいね。あ、おお。すぐ失敗する。いいよ、迷彩のお兄さん。おお、お兄さん、おじさん。あ、漁師のおじちゃん。どうかな。いや、3段階4段階来たよ、来てるよ。お、5段階どうかな。あー、残念、惜しいね。6段階目までね、いっといた方が、まあなんかいいよね。7、8で3つあるよりも2つの方がいい。どっちでもいいんだけどね。うわー、ダメだな。ここら辺のスキンかっこいいね。かっこいいっていうか、なんかまだマシ。さあ、3段階目。なんか石油をいっぱい持ってそうな人。お、いいね。お、来た、石油王。石油王でいいのかな。とりあえずロック。じゃあこれ2つ目ね。じゃあ3つ目。お、これなんだろうね、モンスター。味気ないね。あー、失敗。お、船長。船長いいじゃん。うわー、もうほら、なんかこう気に入ったのがすぐなくなっちゃうの嫌だよね。今のドラキュラとかね。うわー、これもこういう、これこれはまあ失敗していいかな。あ、いいね、いいよ、こういうワイルドな感じのスキン、いいね。お、3段階。あ、うわ、マジか。え、なに、どういうこと、どういうこと、なんか、再起動は入ったんだけど。はい、というわけで、戻ってきました。なんか、
接続が悪くなっちゃったみたいで再起動がかかりました。たまにあるんだよね。うん、じゃあ続きやろう。今4段階目。あー終わった。わ、なにこれ、初めて。シャープ216。横見れないんだね。なんだろう、レーサーかな。こういうスキンいいね。あ、そうですよね。なんだろう。あ、もうなんだろうって言って終わった。わ、やだやだやだ。もう変態じゃんだって。あ、オッケーオッケー。なんかプールの監視員のお兄さん。さっきもあったね。はい。お、なんだろう。もうなんだろうでは終わり。うん。今のスキンなんだろう。なんだろうっていう名前。いいね、ポリス。お、いいよ、3段階目。お、4段階目。来るか？うわ。そうだよね。お、なんかガソリンスタンドにいそうな人。いいぞ、いいぞ。あ、はい。何これ。なんか蚊みたいな。血吸いそう。終わった。あ、漁師のおっちゃん、今回はダメだった。わ、なんか良さげ、なんか強そう。あー、ダメだ。うわ、なんだっけ、なんかチキン売ってそう。チキン売ってそうなおじいさん。あ、いいよ、3段階目。お、4段階。お、いいね、いいよ。うわ、どんまい。お、部長来た。お、いいね。残念。わ、これもいいスキン。終わった。わ、出た。ロックなお兄さん。いいね、来てるね。お、来てるね。お、5段階。はい、というわけで、来ましたね、6段階目。なんか魔法使えそうなお姉さんと、石油を売ってそうな人と、うん、うん。なんか毎日こう、エレキギター振り回してそうな人のスキンとなりました。とりあえずね、今回はこれで終わっとく。うん、で、次の動画でこれが777になるか、770になるか、700になるか、000になるかっていう感じでやっていきたいと思います。次の時もね、また次の時で説明するんで、その時にどうなるかをぜひ見てください。よし、というわけで今回はかくれんぼをすることなくおしまいです。はい、というわけで、今日はこの辺で終わっておきたいと思います。チャンネル登録がまだの方は画面上のアイコンからチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter もどしどしフォローお待ちしております。それではまたねー。